ハンが左のミッドフィルダーの位置で出場です。今シーズンリーグ戦の初出場になります、アルハン。まあ、そこにこぼれてきたっていうのもありますけど、はい、北詰からカルニーノスには通させませんでした。平がつないで南からアルハン、ベルディーボールという判定でしょうか。あ、これはファウルになったのか。スローインで10分という時間帯になっていきます。山田豪輝、東南アジアの最優秀選手にもなったことがあるという選手です。年始の東南アジア選手権では4位に牽引する非常に素晴らしい働きをした選手、インドネシアの代表のプレーヤーです。それのチャンスになりますが、プレッシャーかかっている。うまく抜けた。さあ、ここは綱島、左サイドにはアルハンが開いている。そのアルハン一度下げていく、かなり大きな展開になってきた。左サイドに流れます、津田島よく戻りました。宮に来る、ヘッド跳ね返した高橋、セカンドボールはどちらが拾うか。ベルディしっかりとアルハンが前に送る、裏取れればですが、キーパーらしいですね、ゴール前の攻防もね、お互いに。左からアルハン、ワンタッチで前線に出していく。しかしここには選手がいない。おっと、流れたぞ、津田島のシュート、ブロックをされて、最後は権田が抑え